司法上級1981年の論理の問題を解いてみたいと思います。次のあからおのことが分かっているとき正しく言えるのはどれか。あ、民主主義者はすべて平和主義者である。い、芸術愛する者はすべて平和主義者である。う、自由主義者はすべて独裁者でない。え、独裁者はすべて民主主義者でない。お、自由主義者でない芸術愛する者がいる。え、ということなんですけれども、あいうえはこれ前哨命題、論理式、矢印で表すことができますが、お、自由主義者でなくて芸術愛する者がいる、これは存在命題と言いまして、自由主義者でなくて芸術愛する者がいるっていうですね、存在を意味する存在命題と言いまして、ベン図で表すっていうのが一般的ですが、私はですね、自由主義者でなくてかつ芸術を愛する者がいる、こういうふうに書きたいわけです。おそらくですね、わざとらしく埋め込んでるお存在命題がこの問題の鍵なんですよね。これがないならば論理式だけで表せて、ここで答え出てくるとなれば、まあ、簡単ですけども、わざわざ1個だけですね入れてあるわけだから、この存在命題が鍵なんだろうと思うわけなんです。で、自由主義者でなく芸術愛するならば、これ自由主義者でないんですね。自由主義者でなく芸術愛するならば自由主義者でない、こう言えるわけなんですが、これあんまり関係ない。自由主義者でなくて芸術愛するならば、芸術愛するんですよね。芸術愛する、で、芸術愛するならば平和主義者なんですね。意をここにつなぐことができません。これは何を意味するかというと、自由主義者、芸術愛する、平和主義者、こう書くと、自由主義者でなくて芸術愛するならば、芸術愛するならば平和主義者、こういう人がいるということを意味しているわけなんですね。実は存在命題、ここの部分はですね、いいと合わせて考えれば、こういう人がいるぞということを言ってるわけです。こういう人っていうのは確実にいるわけですね。つまり平和主義者で自由主義者でない人、平和主義者だが自由主義者でない人がいるんですね。ある平和主義者は自由主義者でない。2番正解でした。